はい、どうもこんばんは。今日も、バンド紹介します。まあ、バンド紹介するんですけど、まあ、その前に、久しぶりに、まあ、コメント紹介しようと思います。で、こちらは昨日届いたコメントですね。内容はこちらです。文句ばかり言って暇だよなっていうコメントなんですけど、去年の、オワコンを証明した 2days っていう、まあ、ルナシーの、まあ、埼玉スーパーアリーナの 2days の、動画になります。で、俺暇ってこと暇なんだ。こちらはどうぞ。俺お前みたいなやつ聞きたいんだけど、一本の動画にこれだけ送ってくるわけじゃん。で、内容これじゃん。返信するわけねえじゃん。もう何を考えてるのかわからないのと、まあこいつバカだなと思うのは、この一番上のコメント。一生来るな、暇だからそんなことしか言えねえんだよな、かわいそうな野郎だっていうことなんだけど、一生来るな、俺のチャンネルで俺の動画です、こいつ何言ってんだとさっさと病院行けよっていうことなんですけど、で次は、茶番野郎ですね。まあ、前回までで、2220万の大金が集まりました。で、残りは780万なんですけど、このクソメガネは金出してないですよ。まあ、1円たりとも出してないっていうことをもうはっきり言いたいです。で、普段からこのチャンネルをご覧いただいてくれてる方は分かると思うんですけど、まあ、エクスタシーレコードっていうレーベルを、再始動、復活させようとしてるんですよ、このクソメガネは。で、復活させるのは、まあ、こいつ社長なんで、まあ、自由なんですけど、金出さないんですよね。金出さないというか、金ないんですよ、このクソメガネは。で、何をしてるかと言いますと、目標金額を3000万に設定して、ファンの方に、俺金ないから、エクスタシーレコードを復活させるのに、手助けって言ってるんですけど、金出せよと。エクスタシーレコード見たいでしょ、復活させたいでしょ、じゃあ助けてくれよ、協力しろよ、金出せってね、ファンの方に呼びかけてるんですよ。で、今現在が、こうなっております。残り12日で、75%、2250、まあ、今現在2250万の、大金が集まっております。で、何度も同じこと言いますけど、このクソメガネは金も力もないんですよ、まあ、金も力もないんですけど、まあ、今日まで、まあ、2250万の、大金が集まってるっていうね、なんかおかしいわけじゃないですか。何が起こったかと言いますと、こちらですね。このクソメガネの、まあ、先輩に当たる、この M って、まあ、どこの代かわかんないですけど、こいつから、まあ、2日前に、まあ、1000万の振り込みがあったんですよ。1000万の振り込みがあったんですよね。で、この先輩とね、クソメガネに言いたいんだけど、お前ら頭悪いよな。揃いも揃って頭悪いと思います。まあ、2点だけ言いたいのね。まず1点は、やりすぎです。まずコメントを残すのもそうだし、まださ、数百万の振り込みでコメント残さなければ、まあ俺も含めてね、まあファンの子たちもさ、お、増えてんじゃん、みたいな。お、頑張ってんじゃん、みたいな。まあそう見えるんだけど、ね、あからさまにさ、もう1000万動いてんだぜ。おかしいでしょってね、もう誰もが思います。で、あと1点は、さ、もっとギリギリに、もう最終日というかさ、残り2、3日前にね、振り込むとかならわかるんだけど、あと12日あるじゃん。で、こっから厳しいと思うよ。まあ皆さんどう思われてるかわかんないですけど、750万すぐ行くんじゃねえか、この勢いでもうね、明日明後日に突破するみたいなね、思ってる方いらっしゃるかもしれないですけど、そう簡単にはいかないですよ。この先輩っていう、この M、こいつが現れて、まあこうやって SNS に、まあ、コメント残してるわけじゃないですか。ということはファンの子も、まあ無償でね、このプランに参加するっていう人は、もう減ってると思います。減ってるというか、誰もいないんじゃないですか。と思います。だってさ、ね、金が足りても足りなくても、あ、こいつ現れるんでしょ、こいつ振り込むんでしょ、じゃあ、私たち、ね、手助けしなくていいじゃん、金やんなくていいじゃんって。まあ、そうなるんですよね。ほんとバカだよな、こいつら。まあな、クソメガネと先輩ね、まあ頑張ってくれよ。で、次は、とあるアーティストの、まあ、最新情報なんですけど、まずはこちらをご覧ください。ガックンです。まあ、これは昨日のガックンが、何をしてたかって言いますと、こちらです。パチンコです。まあ、これは、鹿児島県にある、まあ、このパチンコ屋さんです。僕はもちろん知らないです。で、番組の企画なのか、まあ、そのうち YouTube にアップするのかどうかわかんないんですけど、まあ、こんな感じです。まあ、並びすべて、これ関係者やスタッフだと思うんですけど、時代変わりましたよね。アーティストがパチンコを打ってる動画ってね、ありますか？まあ、僕パチンコのこの企画だったり番組って、お笑い芸人が司会を務めて、そんな感じじゃないですか。お笑い芸人やなんかパチンコスロットライターみたいなね、クズが出てるのが多いと思うんですけど、ガックン出てるらしいんですよね。まあ、そのうちね、何か、YouTube か何かでね、配信されると思います。
はい、ということで、ここからは、バンド紹介に移ろうと思うんですけど、まずは、今日紹介する、バンドの写真はこちらです。まあ、誰っていうことなんですけど、僕も知らないですよ。僕も知らないんですけど、まあ、今日は、このバンド紹介していこうと思います。で、これ聞く前にこのビジュアルを見て、まあ、皆さんも同じことを思った方はいらっしゃると思うんですけど、多分ダメだろうと、良くねえだろうなこいつらと、まあ、僕はそう思ったんですよ。僕はそう思って曲を聴いたんですけど、当たってました。これはね、クソバンドまでは言わないんですけど、曲はメタルなんですよ。まあメタルなんですけど、まあボーカルが弱いというか、ボーカルが受け付けなかったです。まあ気になる方は、まあ聞いてみてください。で、今回、まあこのバンドを紹介しようと思った理由っていうのは、まあこちらをご覧ください。まあツイッターからなんですけど、こちらに7バンド出てると思います。で、ヒステリックメディアゾーンって言いまして、対バンのタイトルだと思います。で、この中から選んだというか、この中ね、いねえんじゃねえかって思った方いらっしゃると思うんですけど、この左下です。これ漢字2文字の勇気ってあるわけじゃないですか。この勇気っていうのは、ボーカルの名前です。まあそこが辿ってったみたいな。で、その前身がアンスロー。この勇気っていうのは、ソロで現在活動中らしいです。この勇気プラス、サポートギター、サポートベース、サポートドラムで、活動中みたいなんで、気になる方は、チェックしてみてください。で、まずは、アンスローのメンバー見ていこうと思います。2006年に、結成されました。約5年です。2011年か12年に、解散しているバンドです。で、左が、メンバーで、関係者が、脱退した、過去のメンバーになります。どこでしたっけ、あのレーベルがスピードディスクっていうレーベルと契約を結んでたと思います。まあそれぐらいしか僕は情報は分かりません。で、次シングルとミニアルバムです。まあ多いというかどうなんですかね。まあ5年間活動してて、まあミニアルバムは多いですよね。まあどれがどうとかね、まあ YouTube にまあ曲あったんで、まあメタル好きな方は聞いてみてください。まあ演奏はかっこいいと思いますよ。かっこいいと思うんですけど、ボーカルはっていうね、僕の感想です。で、最後はこちらです。フルアルバムと、DVD になります。フルアルバムが、2枚ですね。で、DVD が、3枚になります。はい、ということで、今日は、アンスローっていうバンドを、紹介しました。特に感想はないです。皆さん一度ぐらいは聞いてくださいっていうのと、まあもう一度言いますけど、このバンドを解散して、まあソロで、このボーカルの勇気っていう方は、まあ現在も、活動中、活動し続けてるっていうことなんで、まあ気になる方は、そちらもチェックしてみてください。はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。